お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらですね、もうラバークロなんですけども、前までてか、まあ最近あったラバークロとはね、ちょっと進化しましてちょっとだけとか1枚しか買ってないか、まあ、2枚か。ですね、まずスケルトン部隊が盾の戦士に変わりまして、なんだっけここ、あー、バーバリアンとか、まあ基本的にランバーだったかな、まあ、ランバーとかが入ってた枠にですね、スケルトンバレルが加わりました。なんかね、最近ですね、最近本当に急にこっちの形のラバクロが今流行り出してますということで、ちょいとランバーがないと意外とね、そのレイジーがランバーのやっぱ強いんで、そのクローンとね生かすっていうのもあるんですけども、このスケバレがね、まさかに今環境かっていうぐらい大活躍します。はい、というわけでやっていくんですけど、ですね、そのスケバレがあることによって、まずスケバレでね、高回転で、まあ、回せるっていうのが、まあ、一つのメリットですね。そのラバデッキで大型なんですけど、そのスケバレコウモリとか、そのなんだろう、その周りで回せるんで、まあ、大型なんですけど、まあ、そういうのがね、スケバレが入ったことによって、なんだろう、そのまあ大型を出さずに前半乗り越えられるっていうのはいい点ですね。でも今回はちょっとすることがなかったんで、てか、マスケ受けがちょっときつかったんで、もうあれですね、ラバ咲いちゃったんですけど、まあ言うて、ラバクロが結構多分26にはさすがに相性がめちゃくちゃいいと思うんで、これ。はい。で、今ファイブ咲いたし、まあファイブバリングからの、まあなんかでいいんじゃないっていう話ですね。よいしょ。これちょっと許容して、ホバリングコウモリします。今ファイブ咲いたんでね。じゃスケバレコウモリのクローンしたい。よいしょ。もうこれだけで多分、本当に相手きついと思うんですよ。よいしょ。これだけできつい。マジできつい。いやー、やばい。言うてか。いや。そう。これだけで、まあダメージ入ってるんでね。さらに、まあラバーもクローンされれば余裕ですね。はい。というわけで、やっていきたいと思います。で、なんかね、こんな感じの巨スケ版も出たんですよね。巨スケ版。巨スケスケブガコムレみたいなので、12勝してる人もいたんですけど、なんかね、そっちはちょっとコストが重くて 3.8 ぐらいだったんですかね。ちょっと重くてやっぱ使いにくそうだったんで、ね、はい、僕はこっちを使っていきたいと思います。よいしょ、まあ、とりあえず、まあ、ラバ出していいかな。でファイ絶対来るんよね、これ。てか、に、あぶねー、よかった。なんかなんとなくだけど待ってよかったなんとなくですけど待ってよかったですね。よいしょ。で、これでホバリング出して、ちゃっちゃ5打ってくれたら助かりますね。クローンしますか。クローンゲーの開催でございます。よいしょ。で、これ逃げる、あのマスケを、この雪玉でね、ポイって前に出してあげたら、ワンチャンこのマスケを処理できる。素晴らしい。で、まあ、ここはホグ来るから、ホグ受け用に、まあ、ラバ展開ではなく、ユニット展開から、まあ、防衛の構えからのカウンターをしたいですね。よいしょ。まあ、出すんですけど。で、ファイブ飛んできたんで、遅れて出して、まあ、あと38はラバ削りで終わりますね。ということで、この辺に、こう、パパって出して、よいしょ。よいしょ。いやー、気持ちいい。気持ちいい。なんかごめんなさい、マジで。本当に。トラ揚げの邪魔して申し訳ないです。こんなので、トラ揚げの邪魔してガチで申し訳ないんですけど、まあ、26には多分めちゃくちゃ相性がいいですね。本当に。10-0 ぐらいで。相性が良くて、まあなんだろうな。まあシンプルにやっぱトルネアイスイズとかが、まあきついと思うんですけど、まあホバリングいるし、まあそれはですね。まあなんとかなります。とりあえずなんかラバの後ろにコウモリだけ出して、で、トルネ使ってくれたらまラッキーですし、ベビドラとか来たら、じゃあベビドラ後ろから追加して処理するみたいな感じで、どんどん後ろから順番に追加していくと、まあ、対空はやっぱ多分こっちの方がコウモリベビドラホバとかが多いんで、まあ、なんとかなると思いますね。多分ですけど、まあ、遅延とやってないんで、そう、何も言えないんですけど。よいしょ。今、メガゴエレキ、確定ロイジェですね。確定ロイジェですね。じゃ、これはスケバレでエレキ押さえつつオーブンを壊しに行きます。うまっす。で、ここはこの受けきついんだよな。だってもう、それ、この受けがきつい。よいしょ。危ない。
受けがきついですね。まあこれはワンチャン、これクローンみたいなのがないですか。やんちゃ、いやこれはユニットでいきます。いやいいよいいよ、相手はメガゴとかしかなくて、そう結構苦しい。んよいしょ、ふーで、そうだラバーじゃあ相手ロイで、ファイボかもしんないんですけど、まあファイボだとしてもライトニングだとしても多分このクローンがバリクソ刺さるんで、バリクソ刺さるんで、まあ、クローンすれば勝ちですね。なんでそれまでとりあえずちょっと耐えたいなと思います。うわーめっちゃラ取ってるな。いやこれ出すか、出さない方が良かったのかな。ビビドラとかちょっと厄介なんですね、まあ、追加追加 OK、 これクローンしたいな。クローンゲーミングを開催したいけど、いやー一回我慢しようか。一回我慢しよう。一回我慢で受けて、かな。でも相手の、スペルが多分ライトニングですね。ファイブだったらホバにもっと飛ばしてる気がするんですけど。にゃーですね。ですね。ちょ、これ捨てます。これ捨てて、いや、捨てない。俺は、ケチなんで、こういうところ大事にしていきます。で、メガゴ。あー、なるほど。いや、いいよ。これでクローンしちまえばいい。勝ちみたいなとこあるよね。よいしょ。さあ、こっから、入る。ロリババ来るけど、まあ、その前にダメージ入ってますね。これライトなんで、しかもコストが巻いてないから、そんな打つ余裕もなく、OK。よいしょ。勝ちましたね、これは。なんか、何もうまい点はどこみたいな感じですけど、勝ちましたね。まあ縦線で守れるんで、よいしょ、まあ、一応クローンして確実に落とします。よいしょー、いやーやばい、これマジで来ましたね。スケバレが来ましたね。いよいよ、まあ前までランバーだったから、まあランバーの方がね防衛しやすいし、そのままカウンターにもなるからいいんですけど、まあスケバレだとなんだろう、最近コウモリもちょくちょくいるし、あれだクローンメタなんだ、スケバレが。そういうことですね。最近、まあやっぱラバクロもいるし、まあ、コウモリとかもいるけど、まあそれに対してですね、ラバクロに対してメタですね。これ、破裂時のダメージがあるんで、その、相手のコウモリも処理できるし、相手がクローンしたパピーとかも処理できるっていう。さては、そういうことですね。知らないですけど、多分ですね、多分。はい。というわけで、おー、なるほど。これはもう、ちゃちゃっと、しょっぱなから攻めたいと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、まあ、縦線で守れるんでね。あっちの、スパーキーは。なるほど。ザップ打つけど、はーい、残念。やば？これやばくないですか？マジのなんか、チンパンみたいなとこあるんですけど。だって、これ多分相手のスパーキーも腐ってますから、多分、まあ、スパーキー相手はもう出せないですよね。出せない。出したとってみたいなのがあるんで。いや、これな、アド取ってるから、まあ、ラバ展開します。多分アド取ってる。1アド 0.8 ぐらいか。で、あのジャイは、この、あのジャイの防衛で、このホバリングの使い方すごい大事なんですけど、これをこっちとかに出すんじゃなくて、このラバの後ろ側にね、つくように、この逆サイホバで、ああいう、あれですね。こういうの防衛しますね。よいしょ。で、これまあ縦線で。ロリババ来たらやばいんですけど。あぶねえ！あ、やばい。やばい。いや、溶けるんかい。しかも気づいたら右が落ちる。え？やばくない？なんか、これ説明のしようがないんですけど。とりあえず、なんかスケバレとかホバリングとかどんどんクローンしとけばいいですね。だから前のテンプレートショーも一緒ですね、形は。なんで、まあ、ラバ展開して、ホバリングスケバレか、なんかホバリングはでもできたら欲しいですね。できればホバリング欲しい。よいしょ。なんか、めちゃくちゃラバ展開してるけど、なんか、相手に一気に攻められそうだなとか思ったり、まあ、できるだけやっぱ前半はなんですよね。前半は出さない方がいいんですよね、ラバ。出しちゃってるんですけど。まあ、勝っちゃってるから。よいしょ！痛いんですけど、これが勝手に、カウンターになる。いや余裕ですね。やばい。すごいデッキだな、これ。マジで。思いつきましたね。誰か知らないですけど。で、これでもう一回クローンしたいですね。あ、そんな余裕はなかった。
そんな余裕はなかった。まあけど、これは、雪玉で、ぽい。いやー、いいですね。で、あとなんか、一つ細かいテクニックみたいなので、このホバリング、なんか、誰かがいないの？ここら辺で、スケバレクローンしたら、この、両サイにセパレートしてんのかいっていう。真ん中でホバリングとかをここでね、クローンとかしてあげると、その両サイドにね、クローンと本体が逆サイドに、いい感じに、両サイドに、そう、両サイドに分かれて、両サイド攻めみたいなのができるみたいなのを、まあ、見たことがありますね。はい。なんでまあ、そういう細かいこともワンチャンね、意外といいかもしれないので、ぜひやってみてもらえたらいいなと思います。はい。というわけで、なんかすんなり終わりましたね。すんなり終わりましたね。なんかやっぱポイズン当たらなかったんで、余裕でしたね。はい。はーい。というわけで、こんな感じかな。これ、とりあえず使ってみてください。もうそれだけです。とりあえず使ってみてください。特に言うことは何もないですね。はい。というわけで、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。